どうも、鉄道ファンの探訪機です。前回は登戸と駅で休日お出かけパスを購入、南武線と総武快速、横須賀線を利用し千葉駅まで来た後、千葉都市モノレールの1日乗車券を購入し、千葉港行きに乗車しました。ということで今回はその続きです。よろしくお願いします。ということで、間もなく千葉駅と千葉港駅の間の唯一の途中駅である、市役所前駅に到着となります。市役所前という駅名、日本各地にありますよね。その市役所前駅で一旦降車します。にしても本当に懸垂式モノレールは、面白いですね。遊んでたみたいな感じですね。もう次は10時4分発動物公園駅、まあ、これに乗って、まあ、決めてないんで適当なとこまで行きます。ということで初音ミクちゃんのラッピング電車に乗り込み、もうすでに間もなく終点の動物公園駅というところです。ここで車両交換がされ、千代台行きに乗り換えができますが、ミクのラッピング電車発車庫に入って24時間のお休みタイムになります。会ったばっかりなのにもうお別れという悲しみ。とはいえミクちゃんの声の閉じ目放送や、釣り革のラッピング派撮影できたのでよかったですね。ちなみにここで一緒に撮影していた方、なんと視聴者でありかつ、ツイッターで相互フォローしている方でした。なんという偶然。ずっとミクミク初音ミク言ってましたが、初音ミクのラッピングがあったんですけど、もう土曜日は今ので車庫入っちゃっても出てこないって、日曜日の10時何分までは出てこないらしいので、諦めというか予定通りというか、それから千代台の方に行って、まあとりあえず千葉都市モノレールを全部乗り潰していく感じですかね。ここまではほぼ計画通りだったんですが、ここから先はノープランですので、何をしでかすか分かったものではないですが、まあなんとかなるでしょう。そして、次の千代台行きの電車が来る前に、逆の千葉駅方面、千葉港行きの電車がやってきました。こちらは2012年頃から投入されている、新型車両、ゼロ型、アーバンフライヤー、だそうです。なかなか近代的でかっこいいのですが、その感想を吹っ飛ばすくらいには混雑していますね。そういえば先ほどから、千葉都市モノレールの車両派広告やラッピングばかりですが、オリジナル塗装の車両派あるのでしょうか？なんか全部ラッピングされている気がするくらい、ラッピング車両だらけです。そして乗車する千代台行きもラッピングでした。わら。
1時台ですね、終点になります。こんな感じで、ね、終わっております。川崎はできることはなさそうな気がしますね。千葉港側ではですね、折り返しが随分ギチギチなんですが、さすがにこっちはそこまでぎっちりは詰めてないようです。52分発なんであと5分ぐらいはあります。運転手はまんまんなんですけど、トイレ行く時間ぐらいはありそうですね。まあそれ以上詰めたらね、あのブルーラインみたいに追突したり衝突したり大変なことになるんで、その方がいいと思いますが。ミクがいた。鉄道娘もいますね。まあ、私にとってはもうウルトラ市場台ですね。はい、ここが白台駅ですね。千葉都市モノレールの2号線の終点になります。2号線以外の浴衣があるのかな。ここから先市役所前からですが470円、これから県庁前方面ですね行こうと思いますが510円ということでですね、このホリデーフリー切符ですね620円、なんか横向きですが安すぎですね。はい、では乗っていきましょうか。さっき駅メモが来ましたのでね、本来駅メモに乗ることになります。一番線使ってんのかな、ラッシュの時は使ってんでしょうが、ここにですね、初音ミクがおります。まあ、マジカルライブだか、あれだかで千葉市とコラボしてるためこういうのがあるそうですが、では思ったけど、すごいこのボイキャラの押しっぷりが すごいですね。トナミさんすごいですね。まあ私みたいな人にとっては大歓迎なわけですけど、一般の人から見るとどうするのかなって感じがしますが、おおおおイケメンもなすごいな、これは思わず笑っちゃいましたけど、手にやってますね、これ。君もプレイしてないけど、やりましょうかね、今度からね。こんな感じでものすごい広告になっております。さて、千葉都市モノレールの2号線の終点、千代台駅より、先ほどの駅メモラッピングに乗車、2号線の起点駅である千葉駅を越え、一気に1号線の起点である千葉港駅まで向かいます。ということで、千葉駅から北新田駅の佐久鮫駅を発車しています。この駅が名前の由来となった駅メモのキャラクター通称電子がいるようで、千葉都市モノレールともその関係で関連が深いようです。そして乗車中のこの電車、現在まさかの超満員です。どうやったらこの利用者数で2両編成での運行にしようと思うのか疑問に思うほどの利用率です。そして千葉駅の一つお隣、千葉公園駅に到着しました。ここから野球クラブの方たちなのでしょうか、大勢乗ってきて大騒ぎになりました。この便破砕はいつ見残しが出ませんでしたが、積み残しのある便も少なくないようです。はい、千葉港駅に到着しました。ここは京葉線の乗り換え駅になりますね。さっき千葉と白台は散歩をしまして、ここはないみたいですね。まあ、伊藤の会社に2つあるだけでもすごい話ですが、ミクがいますね。次に乗るのが52分発県庁前駅ですね。これ乗りますと一応全部制覇ってことになります。
はい、ということでですね、千葉港に来ましたが、ここはさらにですね、モノレール乗って行きます。まあ、さっき言った通り、これから県庁前に行きますと千葉都市モノレール全部乗ったことになるのでね、そうすると千葉県であと乗ってないのは大概京成系列だけになるということになります。あ、どうでもいいですけどそれはね。もう元すでに撮ってますが、さらに乗っていきたいと思います。